今回は、本当に燃やす実験をしようと思います。まず前回予備実験で、作ったようなものをの、500ml のねアルミ缶を使って、作ってみました。でこう、底を切ってやって、まあ、容量は 500ml として、この間と同じように首の方にちょっと詰めてやって、その後、グラスウールをね、2枚巻いて、ちょうど良かったんで詰め込みました。1枚 21g、 だから 40g ですね、2枚で。まあトータル、78.5g でしたね。ここに、油を、どれだけ入るかやってみました。まあ、これどん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 入れてたんですけど、すごい吸収しますよね。かなり、蓄えることができる油の体積っていうのは、やってみたところ 400ml ぐらいは入りますね。 400ml 入ったは入ったんですが、これを、下からボタボタ垂れてきちゃって、それが止まるまで待ってみたところ、そこで重さを測ったら 242.7g、 つまり164.2g のオイルが入っていることになります。でここから燃やした後にこのオイルの量が減ってれば、毛細管現象が起きているということを確認できるという理屈です。今回パーライトよりなんかこのまま燃やしてもいいんじゃないかなと思って、こっちもグラスウールでいいんじゃないかなと思って試してみました。これを上から火つけると、これ ずっとこうろうそくのように燃え続けます。でこれを使って、座りを良くするためにちょっとパーライトをね詰めてやりました。まあ、上からオイル足さないで、燃えて減った量の引き算でオイルの量を算出します。ちょっと横になっちゃってますけど、実際にこれ燃えてます。まあ、普通に松明のように燃えてるっていう感じですよね。もともと止まってた状態なので、ここから減った量というのは純粋に毛細管現象で引っ張られて抜かれた分と考えることができます。まあちょっとね、どれぐらい最初に入れた油が燃えてるので、どれぐらい引っ張られてたかっていうのは全部燃え尽きた状態で見ないとわからないと、こういった実験です。今ガンガン燃えてるのは、果たして下でまずつけたオイルなのか引っ張られたオイルなのかっていうのは、まだわからない状態です。実際にね、燃え尽きた後にこの重さを測ってみました。そうすると187.7g、 これはつまり、55g ですね。まあ、最初に入ってた 164g の約3分の1が、毛細管現象で引っ張られて燃えたということになるかと思います。中身のね、上にかぶしてたパーライト、それをまあ取り除きまして、でよく見るとまだオイルがねついてるみたいだったんで、ちょっと燃やしてみたら燃えました。ただ外側っていうよりは真ん中の方が燃えてる感じですね。さらにですね、この外側、そのグラス燃えてたグラスウールの中の状況をちょっと見てみたんですけども、外から見ても分かんないんで、ちょっと引っ張り出して中を確認してみました。そしたら、外側かなりもう乾いててオイルがほとんどない状態だったんですよね。これをどう考えるかというところなんですが、オイルの燃焼が早すぎて毛細管での移動が追いつかなかったんじゃないかなっていうふうに考えています。で真ん中の方はね、まだオイルが結構濡れてるので、今言った、私の仮説が正しいかどうか、次に違う実験をしてみたいと思います。今回は以上です。